条文が多いので六法等で確認してください。99条から103条です。代理について概要を説明します。通常法律行為は本人が行います。例えば売買なら、本人がお店で物を買いますよね。代理とは、本人のために代理人が法律行為を行います。本を買う場合で見てみましょう。直接お店に出向くのは代理人です。そして本の売買をしました。この場合本を手に入れるのは本人です。お金を支払うのも本人です。つまり、買い主は本人ということです。これが代理です。では、条文の解説をします。代理人と法律行為をする者を相手方とします。99条の規定を件名と言います。本人の代理人の A と申します。このように本人の代理人であることを相手方に示します。この件名はものすごく大切です。件名をしなければ法律行為の効果は本人に帰属しません。また、代理人は代理権の範囲内での法律行為をしなければ法律行為の効果は本人に帰属しません。何か面白そうな本を買ってきてください。本人は代理人に本を買う代理権を与えました。かっこいいから車買ってきた。こんなことになっても、本人は車を買う必要はありません。これが99条に書かれていることです。100条には件名をしなかった場合のことが書かれています。本を買います。この場合、相手方は代理人が買い主と思いますよね。つまり、代理人は自分のために法律行為をしたものと扱われます。また、代理人として本を買いに来たんだな。ただし、相手方が本人のために法律行為をしていることを知っているか、知ることができた場合は本人に効果が帰属します。これが100条に書かれていることです。101条は代理人がした法律行為に詐欺等があった場合の規定です。この場合、代理人が詐欺等をしたのかで判断します。本人の状態は無視して考えましょう。ここまでが1項に書かれていることです。次は2項です。審理有効例にします。相手方は貴重な本を持っていましたが、売る気はないが本人に売ると言いました。そこで本人は代理人に相手方から、その貴重な本を買う代理権を与えました。後日、代理人と相手方が売買契約を結びます。代理人は、相手方が売る気がないことを知りません。本人は悪意です。1項ならば善意、悪意は代理人について判断するので、売買契約は有効です。しかし、本人は売る気がないのを知った上で特定の法律行為を指示しています。この場合、善意、悪意、過失は本人について判断します。本人は悪意なので売買契約は無効となります。これが2項に書かれていることです。102条には代理人は行為能力者である必要はないと書かれています。なぜなら、代理人として法律行為をしても代理人には影響がないからです。例えば、未成年者が代理人として多額の借金をしても返済する責任があるのは本人だからです。ですから、制限行為能力者が代理人となっても取り消し権という保護を与える必要はないのです。103条は代理人の権限が決まっていない場合の規定です。例えば、建物の管理の代理権を与えられたとします。具体的な内容は決まっていません。
代理人は何ができるのかわからず困りますよね。このような場合は、保存行為、利用行為、改良行為をすることができます。保存行為は、雨漏りがしてきたので修繕する場合などです。利用行為は賃貸する場合などです。改良行為はリフォームなどです。この代理権の定めがない代理人は、不在者財産管理人で出てきましたね。良い機会なので復習しておきましょう。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。